疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もよろしくお願いします。どうも、釣りやすです。はい、では今回の意気込みお願いします。時期外れだとは思うんですけど、はい、キハダ、まあ、ちっちゃくていいんで取りたいなっていうのと、あと 春なんで春マサ取れたらもうバンバン剤たくさん釣ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボスです。はい、今回男女は何回目ですか？あ、男女は2回目ですね。今回の意気込みをお願いします。はい。今回も安全第一で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いし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 ます。釣りバーバチャンネルの赤木です。意気込みをよろしくお願いします。はい、今回は、はい、10キロオーバーのヒラマサと夜に、オナガを狙うので60センチのオナガを釣りたいと思います。クエは加藤さんが釣ってくれるらしいんで、今回はクエを狙わないで行こうかなと思ってます。頑張りましょう。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。父安です。今日は安全第一で楽しい魚釣りに行きたいと思います。超過の方は、ガハタの30センチ、はい、とあとスマガツオ、もうそれで十分です。頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リュウさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回の意気込みを。ルアーでヒラマサ15キロオーバー。あとは、まあ、いろんな魚が釣れればいいかなと思います。あとは安全第一で頑張りましょう。はい。よろしくお願いします。乾杯。よろしくお願いします。よろしくお願いします。崩れ、表彰台。スルスルバやると。
りやすそう。壁や、壁だ。よし、います。背上げしました。中之島の山口というところに乗ってます。赤木さんと龍さんと2人ですね。いい感じに広いんで、ここで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう、頑張りましょう。マルキンでイワシ買ってきました。あとキビナゴ、じゃあスルスルイワシから。何これ、キハダっぽくね。多分キハダじゃない。あーでも叩くな、なんか。わかんない。あー重い。当たりはちっちゃかったね。そっちは嫌だ、そっちは嫌だ。わあやばいやばいやばい。めっちゃ左に行ってる。結構でかいよ。わかんない。いや、平政っぽいんだよね、なんか。うん。
肌っぽくね。ああ、そうですね。ねえ、だって上の方結構走ってるよね。きつい。頼む、姿は見たい。サメだったらどうしよう。わかんないけど、6キロぐらいかかってそうな気がするけど、6キロか7キロか。あんまりきつくすると背に当たった瞬間切れるからね。あら、あ、マグロか。キャダね。7キロ、8キロぐらいあるかな。どうする？それで行く？逆でかける？よし、ちょっと待ってね。こっち行く。もう一回回すよ。行け行け行け。俺からは見えない魚。かかった？うぇーい。しゃあ。オッケー。銃ありそうね。おう。よっしゃ、サンキュー。イワシ、イワシできた。どでけえ。しゃあ、しゃあ、こら。はい、赤木さん。キャラゲッツ。なんか9.10キロ。まあ、ぴったり10キロ。10キロです。91.92センチです。ナイスフィッシュですね。よっしゃ、来たよ。もう大丈夫よ、俺帰ってよ。めっちゃ心楽なるんです。3投目ぐらいの。
しかった。よっしゃー、ありがとう。はい、1本目ゲットしました。3キロぐらいかな。いい出だしです。よっしゃ、ダトさんやりました。うん、暗い。イエーイ。あんま映ってないけど。重そう。サイズアップや。頑張って、もうちょっと。頑張って、もうちょっと。いかつい。おお。おお、でかいでかい。でかいでかい。7、8キロありそう。おお。あったぜ。イエーイ。順調。順調。やりました。行きまーす。はい。オッケー。ありがとうございます。ガットさんが釣り上げました。3本目、はい、ユウさんが当たったやつがあったんで、うん、それがそのまま私に来ました。やったね。ガットさん危ない。落ちる。さあ。深いね。でかい。え？ダメだ。でかっ。10キロぐらいありますよ。
お、いけそうよ。いけそう。おー、上手。上手上手。でかでかおお、やりましたね。重っ。8.5。全然ねえし。6キロ。6キロ。あ、意外と。これで6キロ。はい。ナイス。6キロでーす。おめでとうございます。いい感じ。おお、綺麗。いやー、全員なんだ。よし、帰れる、これで。本命じゃないと。本命みたいなもんだ。俺も本命じゃないけど。全然、キハダなんか俺一言も言ってねえぞ。キハダ釣りますって釣りやすしか言ってない。ありがとう。おお、やりますね。4本目、4時、5キロ、5キロぐらい、4時半ですね。4時半。よかった、川1枚忘れんでよかった、川1枚です。いただいてもらっていいですか。
やつで見る。ずっと同じことを繰り返してるような気もしないでもない。
4キロぐらいありそうですね。もうちょいこっち。おお、入った入った。もっ。ふふふふ。おマグロ。シュキル。おめでとうございます。熊っぽい、抜けそうなぐらい。3本目中スマです。ユウさん一頭お疲れ様でした。どうした？2回目の男女群島は、まあ楽しかったです。まあまた今回も安定の天気が悪かったですね。俺のせいかな。あ、嵐男と噂されているおっさんです。まあね、結構魚かけて、はい、取れてはないんですけど、多分一番かけてるんですから、またねぜひリベンジに行きましょう、はい、一緒に、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。父安です、まあ、釣果はですね、まあ、あの最低でしたけど、まあ、無事、怪我なくですね、みんな帰ってこられたんで、まあ、最高の釣果になりました。またぜひお誘いください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや釣れませんでしたね、一匹しか、うん、でもね、またみんなとね行けてめっちゃ楽しかったです。またね、秋ね、行けたらまたみんなで行きたいと思ってるので、その時はまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。なんか今回もとても楽しめたんで良かったかなと思います。釣果もね、いい魚が釣れてるので、はい、皆さん見てください。釣りパーマチャンネルですね。詳しくは釣りパーマチャンネルでよろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。ありがとうまた行きましょう。はい、お疲れ様でした。ジュウさん、お疲れ様でした。どうでした？目標にしてた平政15キロはこれなかったんですけど、まあ、ガットさんのおかげでプエを2本取ることができたんで。さすがもう職人ですからね、ガットさんは。あとでかいスマが連れてきました。目標は達成できなかったですけど、まあ、楽しい兆候になったかなと思います。はい、また、ね、秋も行けたらぜひ ね、でかいキハダ目指して頑張りましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。